はい、こんにちは。前川です。今日も、動画を見ていただき、本当にありがとうございます。今、6時18分、6時半から患者さん来られるんで、それまでの間にこの動画を撮っていきたいと思います。はい。では、今日のお話なんですけども、今日は看板は一つだけですか?っていうことなんですけども、あなたの治療院はどうでしょうか。うちは最初看板置いてなくてブラックボードだけだったんですけども、ブラックボード最初3つ置いてました。はい、ブラックボードは1つでないといけないという決まりはないので、置けるだけ置いていった方がいいと思います。で、またそれに書く内容もやっぱり考えて書いていくととても、反応が出るもんだと思います。で、まあブラックボードとかにはしっかりチラシを置いといて、チラシを取ってもらえるようにしておくのがベストだと思います。で、僕がメッセージを書いてチラシがとても減ったメッセージがあるんですけども、ここで紹介したいと思います。ブラックボードにですね、本気で直す気持ちのない方は一切チラシを取らないでくださいっていうふうに書いて、チラシを置いてました。これが一番チラシ減りましたね。はい。で、まあそういうブラックボードがあって、その横には症状について、椎間板ヘルニアで病院で手術しかないと言われている、腰痛のあなたとか、そういった感じで症状を書いて、立ててましたね。そういう感じでブラックボード何個も使ってやっていただいたり、あとは上りですよね。うち上りではうちの実績を証明してます。こういう本に載りましたよっていうのを立ててます。今上り3つ立ててますかね。前までは5個ぐらい立てたんですけど、なんか壁に当たってうるさかったので、もう当たらないとこだけにしました。あとはまあ看板っていうのもちっちゃい看板なんですけど、それを1個置いて、そこにはまあ電話番号とかうちの診療日とかね、書いてるんですけども。でもまあ実際そっちはあんま見られてないです。だってその内容ってもう僕がやりたての頃の内容なので、診療日は土曜日だけとかね、土曜日の夕方だけしかやってないですっていうふうに書いてあるんですね。僕最初その半日だけで始めたので、なんですけども、一応そのまま置いてます。はい。っていう感じで、看板っていうのはいくつも出していただいて、もういろんなとこから見られるようにしておくことがとても大事だと思います。それで、ね、月1人2人来たらね、いいですよね。お金かからずに1人2人来てくれるんで、はい、というわけで、まあ、出さないよりは出した方がいいと思います。なのでまだ出されてない方はとりあえず、出されることをお勧めします。ではまた今日残り治療頑張りたいと思います。皆さんも頑張ってください。さよなら。